半島は、平安時代後期から、鎌倉時代にかけて、武蔵国入間軍、秩父軍、及び、小玉軍西部にわたって繁栄した、武蔵七島の一つである武士団。第28代、戦火天皇の子孫である田治肥氏の後衛を称し、各支所でもいずれも、戦火天皇を末としている。一方で、これらの支所上に掲載されている経図の記載内容が、史実と矛盾することから、 後世の仮棒とする説も多く見られる。大田良、静止家系大辞典では、戦火天皇の御名代の一つ日の熊社神部の、友の宮津小屋であった日の熊とネリ寺家の公営とする説、鈴木誠年は、担当の氏神高の名神を祀るニュー姫神社の、鮭を世襲した大乳寺家の公営とする説、を、それぞれ挙げている。 担当は、秩父地方の神奈川流域の小玉地方を本拠地とし、中村市を中心に活動した武士団である。神奈川流域は、藤岡、小玉の上里地域である。このことから武蔵七な党の中でも古く代表的なものであった。力の根源は、上里地域の米の生産にあり、武力的な根拠は、牧の牧畜的な生活に見出される。丹本ふが、 七部五郎を称し、その長男である直々が哲河原に居住し、哲河原氏の祖となり、自家の弟である久志坊が兄里、と安保を領有し、兄里と氏と阿保氏の祖となった。さらに、久志坊の弟である聖母は半沢郡に住んで陰沢氏を称し、聖母の弟の重光は小島に居住し、小島氏の祖となった。茂光の蜜子のうち、長男、 小島三成は小島氏を継ぎ、次男三都は清水を称し、三男朝春は村田を名乗ったとある。小玉党とは一時期、合戦が生じる寸前まで緊迫した状態になったが、畑山茂忠の仲裁により、和解している。領土問題、あるいは推理問題で対立したものと考えられている。一例として、真氏も元との子息の一人である。 マシモ・ヒロシ親がてしが原村へ移住したと経図にはあり、上軍と小玉軍が軍境ということもあって、両武士団の領地が入り混じっている状況下にあった。丹党、小玉党、猪又党などの武蔵武士団は、南北朝時代に南朝イコールに行った義定についたため、新田氏の滅亡とともに弱体化、あるいは没落していった。さらに上杉全州の乱では全州に味方したため、 鎌倉久保の足利氏に所領を没収されている。しかし、担当の氏族のうち、阿保氏は足利氏に属したため、その所領を長く維持した。それは同時に一党一族という概念のもと、結束していた時代が終わったことを示している。マルコ氏、丹市、新里氏、印沢氏、阿保氏長浜市、哲志川原市、中村市、中山市、大関市、加地横瀬市、 薄木市、小鹿野市、大河原市、青木市、小串市、志村市など、ありがとうございます。